もらってきてください皆様。無料のやつね、あったかいお家になってる。あったかそう、オレンジのライトのお家。暖炉ありそう、暖炉。うどめさん、かわいいギフトありがとうございます。暖炉ある？マジ？あ、ほんとや、コメントで隠れてたわ。私はコメントがね、暖炉の上にあって。へえ、いいね。ケーキ、ケーキ、あ、おいしいよって書いたんか。おいしいよ。石井に見えた。何の話ってね、この背景のね、背景のホールケーキのチョコのプレートが石井に見えた。石井に見える、石井さんのケーキ、石井に見えるくない？こっちか、みんなケーキ石井に見える。プレゼント外れ。やすべさん、ありがとうございます。プレゼント、やするぱんさん、るかさん、ふくらごはんさん、ごうえいさん、たっくんさん、けんさん、ありがとうございます。ミートボール、何それ。たっくん、ありがとうございます。いいね、広いお家だ。今日はサイドポニーです。これちょっとね、一回ほどいてちょっと下がったけど。24フレットさん、プレゼントありがとうございます。初めてのサイドポニーです。サイドポニーはやったことなかったので。公園ではっていうか、ショールームでさ、軽くやったぐらいしかやったことないんですよ、サイドポニー。お仕事ではやったことない。ショールームでなんか軽くやったことはあるかもしれない。初めてな気せんかった。え、実は初めてですよ。みんな無料のプレゼントもらってきてください、チャレンジから。え、くるくるのチェキ、そう、くるくるのチェキね、挟んであるのこれでしょ。なんかいらないチェキに捨ててあったっていうか、いらないチェキにあったからちょっともらおうと思って。いらないチェキ、処分のいらないチェキにあったので私がもらって帰りました。映りが悪くて撮り直したらしいけど、全然悪くないよ。暗いんかね、ちょっと顔が暗いんかな。めっちゃ喜んでおりました、マジ。そう、ここに置いてます。くるくる、そう、くるくるが今日いたから、そう、見てって いらない時期にあったからここに入れたって、そう言った。メールでサイドポニー検索しても今日のしか出てこないね。サイドポニーやったことないですもん。
髪が短い期間が結構多いから、私サイドポニーって結構伸びんとできんのんですよ。ミディアムでもできないじゃん、こう高く上げて。ミディアムやったらこんぐらいの長さになってなんかチョンみたいになるので、髪が短い時期が多いのでなかなかできなくて、やっと伸びたのでできました。ミディアムもむずいし、グレンパサランさんプレゼントありがとうございます。おパンチ、おパンチくるくる、これ挟んでるだけなんで全部おパンチ。おパンチスタキン、ウドムさんプレゼントありがとうございます。貴重なサイドポニーね、でも気に入ってる、割といいなと思って、またいつか。黒い服だから分かりにくい、境目が分かりにくい。はい、青やけあんま変わらんか、見えづら。ね、そう、生誕祭と今日の公演の見どころ、今日の公演の見どころ、でもサーヤンの生誕祭だからあんまり映ってないと思うんだよね、 DMM は。私は、私を求めて見るのなら、電気毛布はベッドに置いてます。 MC で盛り上げた。そう、あれは私は瀬戸内の妹始まると思って、同じ服を着た仲間がたくさんいたから周りに、あ、次瀬戸内の妹やと思って出たんですよ。普通に瀬戸内の妹の立ち位置に行こうとしてイエーイって出て行ったんですよ。そしたら MC が1個あって、あっと思って、そうなんです。でも1個前も MC 出てたんですよ、だから MC 出て1曲挟んで MC 出てみたいな、そう超早着替えしちゃって、多分超早着替えしたの多分ね。なんか前回は私が日替わりユニットに出てたからさ、日替わり終わってすぐ妹ってさイメージがあったので、私は次妹だと思って、制服仲間6人ぐらい周りにいたので妹と思って出たんですよ。妹来たと思って瀬戸内の、そうなら MC があったっていうね。でもなんかメンバー把握してなかったらさ馴染めそうだけどね、普通にあそこにいても。そう、ソラハさんも普通に私が舞台横にいて、そう、あ、なんかソラハさんが一番端だからユキリカ内側じゃないって言って内側に入れてくれて登場したの、わーって。そう、ソラハさんはだから、そう、私がいるって思ってて MC に、だから普通にあ、ゆきりか内側じゃないみたいな感じで見てたの、そらはさんより。そしたらこっち側の人間たちがめっちゃ見てきて、えみたいな、そう、誰が気づいたのって、リコチとか、リコチおったっけ、こっち側の人たち、私より。そらはさんは私はいると思って扱ってくれて、ゆきりか内側じゃない私よりみたいな感じで前に出してくれて、私は妹やと思って出て行ったんですよ。そしたらこっちの方々が私のことを見てきて、えっと思って、
MC、 そしたら MC だったんです。どうなんだろう、あれ怒られるんかな。いや見どころじゃないですよ、何も聞いてないけど、何も注意はされてないけど、どうなんだろう。まあ MC なんて誰が出てもいいもんね、多ければ多いほどいい。着替えが空いてるメンバーを入れてるだけだからね、誰が出てもいいっていう。手が空いてるね、着替えが終わってるメンバーをさ組んでるわけだから、別にねこのメンバーじゃなきゃダメってもんじゃないから、もう私は着替えて準備できてたので、そう注意されてないですよ、されてないけどさ心の中で怒ってるかもしれないじゃん。お腹めっちゃ鳴る。MC 出てきて、え、ムネさんってつぶやいちゃった。でもみんなは知らんでしょ、私が出るか出ないか、どの MC に。あれ台本ミント知らんじゃん。だから馴染めるかなって一瞬思って。さっきおったってなった？でもそのさ、さっきは時間なくて喋れんかったけんさ。ね、分からんじゃん、みんなはさ、この MC は誰が出るかはもうごっちゃになってるから、毎回適当に。え、そんなん分からんって。そうしれっと俺はあね、23時からチリパ。ひとしさんプレゼントありがとうございます。でもあの1個前に振られるかなと思って考えてた、ちゃんとネタがあったので全然問題ない、当てられたけど。間違えて出て当てられたけど、私が回す。いや私はあの普通に妹が始まると思って出ていただけなんですよ、だから何の意味もないです。普通にあ妹、次妹やけんと思って、妹、瀬戸内の妹をやろうと思って出ていっただけなんです。自己紹介のイントネーションは普通、そうなんかあんまり目立つようにイントネーション変えて、もしそこで誰かが突っ込んだ場合、そうメンバーの生誕祭なのに私が目立ってしまって申し訳ないから、あんまり今日は違うなと思ってやめとこうって思いましたね。えっ、さそこでさ私の自己紹介盛り上げてもね、そうダメだと思って、誰かに突っ込まれたら終わりやと思ってやめました。普通の鼻垂れならいいけどね、普通の鼻垂れなら。生誕祭の MC は主役は全部出てもいい。でも日替わりユニットもあってね、日替わりを着替えてる間のさ場をつなげる MC とかやけんね、全部出れんよね。くるくるがチェキ喜んでた、嬉しいのこれ、いらないチェキ挟まれて。
さんが雪理科の席をスマホに挟んでたら嬉しい。あ、嬉しいですね、それは嬉しいですわ。確かにさや25歳なんだねって。え、でもいらない時期から取られてる。いらない時期、漏れてる時期嬉しいけどさ、だって移り微妙やけんさ、いらないって判断した時期じゃん。可愛いけどね、普通に。暗かったんかね、暗かったんかな。サヤン2つ上、そう2つ上見えんでしょ。ヤンゴロね、なんかサコちゃんがサーヤンのことをお姉ちゃんって言ってたけど、横に並んでサコちゃんの方がお姉ちゃんに見えると思った。ね、なサーヤンがサコちゃんにお姉ちゃんって言えそうな、そう感じだったから。ゆきさんも若く見える？ 19 に見える？背が低いから。そうね、背が低いと若く見えるんかね。確かにあれでサヤンの顔で高身長だったら綺麗系だ。めっちゃ可愛いとよりは綺麗になる。ギリかな、ね、ギリ19ぐらい、いけて19です。大人っぽい19歳とかもいるから、大学1年生ぐらいの。17は見えません。いけて19です。第1第2。雨降ってる？気のせいかな。さっき降ってなかったけど。青ゆたりさん、くま、ありがとうございます。公演ありがとう、おやすみなさい。おやすみ。雨降ってる？マジ？へえ。降ってるんだ。2日連続じゃん。年相応に見られたいって？ちょっと若く見られたい。19ぐらいに見られたい。まあ別に23も若いですから、まだ。そう、私傘ささずに行って帰ってきた。降り出したのか。洗濯取りえなきゃ。そう、23もまだ若いからね。明日はお話し会ですよ、皆さん忘れてないですよね。明日着るやつ。今日の公演でさ、楽しんで楽しみきってさ、明日のお話し会忘れないでよ、寝ないでよ。まあ夜だから、夜だからね、ゆっくり寝れるよね。確か集合遅かった気するしね。今日楽しみきって明日は寝ますみたいな、忘れないでよ。4時半からだ。4時半。
そう、4時半からです。夜っていうか夕方。そう、今日夜更かししても大丈夫。4時半からだから、まあ、4時に起きればいいんでみんなは4時に起きればいいんで、朝寝ても全然寝れる。確かに。チリパあと9分、こっちに入れなきゃ。チリメンパーティー、あ、ラジコ入ってるわ。入ってる入ってる。天才、一回聞いたんかいね。入ってるわ。なっちゃんにもうすぐチリパって送っとこう。そう、聞きながらやるの。4時に起きれば大丈夫。そう、まあ4時半に起きてもいいよ。4時半開始だから。4時半に起きても受付間に合うよ。みんな無料のプレゼント集めてきて。無料のプレゼント、8時起き早っ。あ、仕事。そう、広島限定。あとはラジコの会員の人、ラジコのラジオの会員の人。お、マッツさんありがとうございます。予防接種インフルの。お、マッツさんありがとうございます。雪でもプレゼントでも OK。 あ、そうなのね。でもまあ、そんなに。でもあれですね、なんだっけ、あれだ、雪の女王じゃなくて安心したんですよ私は。雪の女王じゃなかった、よかった。雪の女王の称号を誰かに取られるのかと思ったけど、見た瞬間雪の女王が確認して、雪の女王じゃなかったから安心しました。なあ、どう、雪の女王じゃなかったらね、どうでもいいやと思って。よかった。寒がりサンタ決定戦だ。私暑がりだから安心しましたね。寒がりサンタ決定戦だって。あの10円ギフトの雪の結晶は1位とかのやつ。私は暑がりの女なんで。そう、私は暑がりだから違います。対象は全部、雪とかスノードームとか全部、あの釣りグマさんとかも全部。こんばんは。みのりさんが釣りパ宣伝してくれる。岩石、岩石の姉さん。好きなお洋服券。え、でもまあイベント終わったばっかだし狙ってないよマジで。まあ無料のとかで運良ければコーヒーチケットがもらえたらいいなぐらいで、狙ってないですよ。スタバかな。
もうすっからかんなので全然投げなくていいです。でも無料のやつまあもらってきてください。無料なので一応無料のやつ、チャレンジのスタバなんてね自分で買えるしねそんなん言い始めたら、そんなん言い始めたらキリがないですけどね。でも無料のがあるから1人100ポイントもだから25日まで、あでも無料のはそんなにないけどね、無料のね、スタバを飲むためにみんなにお金かけてもらったらもったいなすぎる。スタバ自分で買える。宝松さん、雪ありがとうございます。翼なんちゃらさん、雪ありがとうございます。あ、もうあと3分か。そう、私はスタバめっちゃ行く人なんで、週1とか結構な頻度で行くんで、スタバーなんで、スタバー。ラチコセットしました。スタバ大好き人間。え、南さんの岩石、岩石が私なんか知らずにずっとなんか考えな、予想しながら予想して、でもなんか佐竹さんとかもさ打倒岩石って言ってるからさ、岩石って何ですかって聞くさ、そう今日の MC はあれは本当は出ないやつだけど、そう私は瀬戸内の妹が始まると思って出たの。だから MC、 そう MC があることを忘れてて、うっかりです。うっかりか、そんな深い意味はないよ。瀬戸内の妹が始まると思って出ただけだから。ね、知らなかったけどすぐ分かったね。私もでもすぐ分かったよ、まあ、岩石やけん千穂さんひなさんかなって、千穂さんひなさんやと思ってたの。そう、まあ千穂さんひなさんか南さんひなさんやなと思って、まあその辺だろうなと思いながら打倒岩石って言ってました。なんか聞くのさ、なんか今更感あったからさ。なっちゃんはチャートリアけん知っとったんかね。周りのみんな知ってる前提喋っとるけんさ、そう何ですかって聞きづらくて、まあまあでもそこじゃん絶対岩石って、だからまあそこだろうなみたいな、だからだと岩石って言ってました。そういうチーム名初めて聞いた、岩石。岩田さんもさ、なんかガンさん、ガンさんってあんま見んけんさ、ガンさん。キツネさん、タコありがとうございます。ね、ガン、ガンね、ガンってイメージないよね。待って、イヤホン、イヤホン。この前買ったこれで刺さるやつっけ、穴が丸のやつ、新品新品新品、穴が丸のやつ。まあ私はね、収録した内容を知ってるからさ、みんなが感想を言ってるだけでわかるんだよね、内容聞かなくても今これ喋ってるんだろうなっていうのはわかるから。丸穴イヤホン
一応まあ聞こうかな。いや、カラオケしないよ。イヤホン出したけどカラオケはしないよ。会いたかった。よいしょ。さしてと。テロップチリパにしとこ。チリはひらがなで、パはカタカナです。始まりました。渡辺、でも5回目で全体なんか大人数で行ったやつ合わせたら6回目だよね。まあ鍋焼きとしては5回目かな。このね、短い期間で。これ画面閉じたら危険やつなんか。わ、うるさ。サイズさん、プレゼントありがとうございます。いいね、広島無料で聞けるのいいね。お、メールが来てるって。時差あるかな。今メール読んでる。間違えた。引用しようとしたらリポストしてしまった。カフェ、あ、時差ある。私遅い。あ、私早いな。ね、一人で行けよって言われた。あ、なるほどね。そう、これラジコ。今カフェの話をしています。最近どこに出かけたかっていう。最近ね、でも改めてお出かけは行ってないよね。しづらい。ね、お便り、私のファンの方、すずちゃん、誰がちりめんもらえるかな。ワクワク。そう、リカちゃんですら誰がちりめんもらえるのか知らんのやろなってね。誰がもらえるだろう。それが楽しみやな。 ST
ちょっと告知したいのにタブレットのさキーボードむずすぎて、こういうパターン打てない。すぐ48 STU48。お、終わってしまうかも告知する頃にはマジむずい横長の。あ、 20% なっちゃった。はチリはひらがなで、はた、チリな、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 あかさたな、な、な、う、た、た、た、やばい、終わっちゃうやん、告知する前に。やゆよ、やゆよ、やゆよ、伸ばし棒、ふにゃふにゃの伸ばし棒が欲しい。あ、来た来た、耳、耳の絵文字、ラジオ、ラジオ、ラジオの絵文字、あった。南さんのに返信した。で、これをリツイートしたらいいんだよね。わーたーん、まるまるな1年。2023年はどんな年でしたか。みんなはどんな一日だったかい ?2023 年は。なんかしたかい?なんかどっか行ったかい?大きな旅行とかしましたかい?どんな一日?2023年はどんな一日だったかい?どうだい?よう聞いてるね、そんな。喉乾いた。公園で叫んだ。なんかないの?公園以外のさ、なんかプライベートのさ思い出とか、ここ行きましたみたいな。沖縄とか。充電しようと。ビエネッタ、何それ、美味しそうな。中古のオープンカー買った、いいじゃん。オープンカーいいね。オープンカーの屋根外して、沖縄とか行ってないの?オープンカーいいな、乗りたいな。北海道いいな。いいね、私も行きたいな、沖縄とか。香港とマカオとベトナム、贅沢。あ、いいね、これラジオ聞きよったらさ自然と声が大きくなる気する。ここ聞いてるからさ、イヤホンガンガンゲームみたいな。多分声大きいでしょ、いつもより。卵っち
モピラさん雪ありがとうございます。聖徳太子になった気分、確かに。え、自分もない、ラジオ聞きながら喋ってる。でもラジオ聞いてない方がさ、つまらんじゃん、ショールーム。じゃけんこっちの話もしつつラジオも話す。ショールームしか見てない方の、たまごたまごたまごっち、たまごたまごたまごっち。そう、なんかね、私たちの世代のね、ものが今めちゃくちゃね、販売されてるんです。12月23日には私の土世代のプリキュアの一番くじ始まるし、めっちゃ欲しいぬいぐるみポルンみたいな。ビジがいい、公演後だからちゃんとしっかりメイクしてる。メルンとポルンみたいな、メルンみたいなプリキュア、イエーイ。そう、ラブ&ベリーカフェもできたし、ガチャガチャでさ、虫キングのガチャガチャとか、たまごっちのガチャガチャとか。そう、プリキュアの妖精知ってる？ほうほう。くまさん、ゆきありがとうございます。そう、今めっちゃね、世代のものがね、だいぶ遅れてるね。私今家具の話をしてます。家具ドルの話。家具、そうです。え、まだ私家具の話してる。四国まだ話してない、先走ってるよ。四国麺補充、マオさん、ユキありがとう。あ、なんもないんかいって。同じタイミング、めっちゃいいタイミングで聞いてるよ。私と同じタイミング。いとしさん、プレゼントありがとうございます。そう、最近ね、部屋を白っぽくしたくて、もうカーテンもね、ピンクから白に変えたし、ソファーも白でしょ。ベッドは最近灰色にしたんですけど、灰色で、机も白。なんか、カイトさん、ユキありがとうございます。え、ピンクにした壁紙剥がしたんですよ。あれ剥がしたらちょっと壁剥がれて、ピエン。そう、やばくない？2023年に5人いたメンバーが3人いなくなってるんだよ。びっくり。ラッシュラッシュラッシュじゃない？ラッシュすぎる。1年っていうか、大体半年、みんな連続で行ったから半年、もう半年で3人いなくなったレベル。ラッシュだったから。田中美穂が辞めるって時に凛子も発表して、その後すぐアンナもだから、もう一気にラッシュ。先輩は結構いますよって、面白いな。なんか
先輩は結構いるんですよね。いいことだ。いいこと、いいこと。CM 入ったマジ。終わった。CM 入りました。はい、CM 入りました。あ、お便りの時間です。はい、ゆきにかから。いずちゃさん。コンチリカレンダーだね。私カレンダー飾ってるよ今目の前に。見てカレンダー飾ってる、飾ってます。卓上ですね。日めくりじゃない、あの日めくりっていうか月めくりじゃないもう年明けてるやんって、そう、そこ突っ込んでほしかった。カレンダー置いてます。1月おめでとうございます。来月のカレンダー飾ってる。1月からだった。1月からのカレンダーだから、もう1月。年賀状は2枚だけ書きましたよ。七並べの2枚だけ。雪合戦はやったことはないですね、ほとんど。その道端に積もってる雪を投げたことはあるけど、ガチガチなのはない。うん、雪合戦大会があるんだって。すごいね。イモースで、マジ？うん、雪山行きたいな。雪山。でもね、そのラジオが終わった後にスキーができる場所を調べたんですよ、広島で。でも遠すぎてどこも行けない。車がないと行けない、簡単に行けない、遠い。だから無理、今年中は無理です。無理です。温泉旅行か。温泉はでも意外といつでも行けるから。温泉はね、愛媛帰ればもうどこにでもあるから、いい温泉が。温泉はいつでも行けます。
ツアーのバスチケットね、確かにもうちょっと調べようかな。広島も温泉あるけど愛媛やばいのよ、温泉の量が。なんか通学路とかにもあるの、お小中高大みたいな通学路にめっちゃあるの。そこら辺にあるの。そう、小さい温泉から駅前にも大きい温泉あるし、山の方にも温泉。広島はね少ないの、そう思ったら。愛媛はめちゃめちゃ温泉があるんですよ。しっかりした旅館の温泉もあるし、小さい気軽に行ける温泉もそこらにあるし、ちょっと歩いたらある。駅地下とか足湯もあるね。商店街に足湯とかもあるし、そう、温泉栄えてるんですよ。足湯だけもあるよ。道後温泉の方にも足湯あるし、入り口に大街道にもあるし、温泉マジで多いんですよ。そう思ったら広島の温泉ちょっと遠いなと思って。そう、あ、うどむさんポンチリー。クリスマス、クリスマスソング、寒がりサンタ19位なんだけど結構すごい。だいだいさんゆきありがとうございます。クリスマスソングでしょう。どこかで鐘が鳴って、知ってる？適当英語ソング。逆に何、みんなのクリスマスソングって。あらだからメリークリスマス。あると思います。瀬戸り知らんからね、この時。山下達郎さん、マジ？山下達郎さんね。きっと君は来ない。どんなんやっけ、あれが出てくる。トゥ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 、これ誰の曲だ。トゥ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 、今のでわかる人いる。トゥ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 みたいな、これが出てくる。それだ、そっちが出てくるわ。山下達郎さん、あ、サイレンナイのやつか。ホーリーナイ、きっと君は来ないのやつか。思い出した。すっきり、
リスマスソングカラオケ。ふりかけ来た？まだそこ行ってないって。私ネタバレしないで。クリスマスプレゼント交換したいな。誰かまでは言ってない。そうね、まだそこまで行ってないから、クリスマスプレゼント交換。はい、時間が来ましたので、イエーイ、てってるー。時差今行くえ、そう、来るって言ってたからさ、うどむさんは来るのかなって。はい、てってるー。終わった終わった、早いな。終わった。ピエンチルメ欲しかった。またまたチャレンジしてください。2回目とか当たりやすくなるから。あのね、お便り2回目ってことね。チリメン2回目は当たりづらい。1回当たったら当たりづらいけど、お便りを2回目とか3回目やったら当たりやすい。まずは鍋焼きですぐに出演してくださいって。リベンジね、初めて出して当たったね。当たるときは当たるよ。まずあの4人にピックアップされるところからだからね、読まれる4人に。今日はすずちゃんとイルチャさんとうどむさんと、あ、3つか、読まれたのは。あともう1個あったけど、5つぐらいあったよね。3人か。でも5人ぐらいは印刷されてたの。あとミキヤくんとタケルくんかな。5人ぐらいは印刷されてて、その中から話の話題に近いやつとか。喉が鳴った。楽戦争ね、話題と近いやつとかは、そのスルちゃんとかのは最初にくっつけて読んだり。そう、終わった。ちりめんパーティー終わりました。ありがとうございました。でもね、ちゃんと収録前までに出したら採用されるよ普通に。よいしょね、ちゃんと締め切り、ちゃんと収録日のね前ぐらい。それでは失礼。聞いてくれてありがとうございましたね。収録日の午前中ぐらいまでに送ればちょうど印刷されるから。10時くらいか、さっき一番下やったんかな、ピックアップの中の。夜中に送った、下から2番目やったかな。朝一で送った。あなたは上から3番目だった。ピックアップのされてる中で、印刷された中で
以上、ちりめんパーティーでした。イエーイ。そう、スタッフさんが厳選してくれたやつを読んでる。誰だったっけ、でも5人ぐらい私のファンの方だったんだよね。誰だったっけ。チリパキ来ました、ありがとうございました。チリパキいてくれていいね。広島だと無料で聞ける。もう元に戻せんわこれ、箱に戻したかったけど。次回また頑張ります、ね、でも一回当たったら当たりづらいよ。一回当たったら当たりづらい。お便りは全然読むけど、当たったことない人を優先的になんか当たってるから、一回当たったら当たりづらい。読むけどね。読むのは読むけど当たりづらいよ、ね、当たってない人にさ。そう、同じ人を何回もね当てるわけにはいけないから。でも読まれるっちゃ読まれるから全然待ってるよ。お便り毎回送ればチャンスある。当たったことない、そう、当たったことない人はチャンス大きいです。多分把握されてるんだよね、一回当たったら。だから一回当たってたらね。送ったことすらない、なんだって、送ったことすらないって。でも私のファンの方はすごく送ってくれてるってことだよね。5人中5人。電話してなかった？あったね一回。チリパ。あれは誰と一緒だったんかな？あったよ。ファンの方とビデオ通話みたいな。あれは誰と一緒の時やっけ？なっちゃんやっけ？よし、住所変えようってどういうこと？ちりめんのために買ったら、ちりめん買ったらどうよ。1泊200円とかなんじゃない、買えばいいじゃん。こんばんはもうどうもない。住所変えたら、住所変えるよりは買った方が安い。え、ラジオでビデオ通話あったんですよ一回。誰と一緒の時だっけな、そう、なんかの企画でファンの方とのビデオ通話があったんよ。覚えてない、何のね。カズヤンさん、釣り熊ありがとうございます。え、誰と話したか覚えてるんだけど、誰と一緒に出てたかが分かんない。なっちゃんなんかな。でも私は今までチリパー、サラピとアヤパンとなっちゃんしか出たことないと思うんだよね、きっと。きっと。多分。なんかももちゃんとかアンナちゃんとかと出たよって言われたらさ、出たような気もする。出てないんだけど、ももちゃんとか出てたじゃんって言われたら出てたっけってなる。出てないんだけど、
なんか出てたような感じがめっちゃするわ。ももちゃんな一緒に出た記憶があるわ。出てないけど。ね、存在しない記憶、そう、作られた記憶出た気がするもん。出てないけど複数の時も出てた。複数の時ももちゃんいたね。書籍番号順だったからね。実際にはない記憶がってことでチリパ終わりました。ね、こっちゃになる。だからもうすぐ4周年なんだよね。2期生の4周年もやし、ショールーム4周年があるんですよ。29日かな、この前計算したら29日だったんだけど合ってるかな。でも私はショールーム4周年をちゃんと祝おうと思って、風船4っていう風船買って誕生日並みに、そうえでもそうタワーとかはいらないんですけど、そうでもそのギフトがいらないからといってスルーしてしまう、さスルーしてしまったらあれじゃん、記念日4周年大事じゃん。4周年やってきたから4周年はちゃんと祝う配信するけど、そうちゃんと祝うけど、記念日として1444か、今日が1444だから1444 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60。あれ計算がずれてる。44 45 46 47。31日、この前計算した時は29日だったんだけどな。今日は1444。あれ私配信休んでないよな。あれさ、この前計算したら29日の予定だったんだけど、いや過ぎてはない。31なんかな。そんな、なんかここに毎日アイドル1444って書かれてるやつは今日増えた？増えて44。なんか増えたか増えてないか分からんじゃん。多分増えてない時にカウントしたんだ、私配信する前に計算したからずれてるんだ。今日が44。そうだね、配信する前の43とかを見て計算したんかも。ずれてた。31なのか、大晦日。
1週間お休みしたけど私はこっちで計算してるので合ってると思うよ。44、45、46、47、48、49、50ってカレンダーを数えていってるから合ってる。15日44でしょ。45、46、47、48、49、50、51日です。ね、でも4周年ってさ、なんか AKB さんとかスタジオで配信したりしてたじゃんね。だから4周年、コウメさん雪ありがとうございます。ちょっと前に4周年を迎えられた AKB の方、 AKB 様、あのホーム画も変わって、この何このトップ画みたいなのもスペシャル仕様になって、4周年みたいな、もしかしたら変わるんかな、わかんないけど。4年配信しようと思って。4年はこの日しかないじゃんね。1年に1回しか来ないし、4年5年6年、ね、4周年背景とかになるよねきっと。4周年、4年だよーっていう日、31日だ。4年間だよ。結構長いよ4年って。毎日やってるって思ったら結構長い。お披露目ありがとうから始まって4年経ちましたので、お披露目の日から、まあお披露目の日は25ぐらいですけどね、あっという間だね。意外と人生って4年がこんな一瞬だなんて。全然4年も配信した気持ちじゃないからね、あっという間。毎日アイドル4年もした気せんもん。全然まだ2年とか3年とかの気持ち。4年やったんだっていうね、そんな感じせんよね。何時間配信見てるんだろうって。でも私もやばいよ、何時間配信してるんだろうっていうね。結構長めじゃん多分。1時間2時間やってるから日々すんごい、何日分とか。すんごいと思いますよ。前はさ、なんかデータが見れてたけどね、調べたらもう見れんのかね、ショールームデータ。ありがとうございます。いえいえ、お礼も言われることではないです。平均で 1.5。4年間見れて嬉しいよって。まあ、まだ早いですけどね、4周年気分は。あと15日あるんで。大晦日はまあ広島にいると思うので、1日が公演だから、大晦日プラスひまたぎできるけんね、4周年っていう。イエーイ。私が一人で祝います、パーティー。
これ推薦コメントハローってきとる。ハロー。ね、ちょっと4年は大切にしようと思って。4年記念日、次の記念日はだってさ2000じゃん多分。その前に5年が来るか。5年が来るわ。あ、5年が来る。4年の次が5年で次が2000だね。1500はまあどっちでもいいや。1500も祝ったらやばいじゃん。すぐやん。40日後。2000は貴重じゃん。じゃけん2000は祝いたいけど、1500はまあ軽く。ダオティンさんプレゼントありがとうございます。5000まで記念日にしたら多すぎる。だって4年の次の40日後にさ1500じゃん。まあ100日単位で多分お祝いになるんかな。忘れた。そんな気にした。でも大きいのはさ1年2年3年4年5年とか1000、2000とかじゃん。3000はちょっと多すぎるけど、3000言うたらいつになるんかいね。3000は多いですね。3000-1444、1556やけん同じぐらい繰り返さんといかん。やば。1556÷365は 4.2。 4年だ。そりゃやばいな。あと4年か。あ、でも27か。言うてまあ言うて27だわ。まだ現役の。意外とゆうぴょんさんかわいい、ありがとうございます。だ27歳いるじゃんね。今最年長26だっけ。最年長誰になるんだ。パヒェ。いけるいけるって。お腹すいた。30歳超えても続けてくださいって。でも昨日オキさんのあの文章を見てすごいなんかいいな、いいって思います。いいなんかやめ方というか素敵な文章だった。いや、ブログじゃなくて公式サイト。キツネさんタコありがとうございます。なんかいい環境だけどずっと居続けるのは違うみたいな。甘えてずっと居続けるのは違うなと思ってみたいな。おばあちゃんになっても居続けるのはまた違うかなみたいな書かれてあって、まだ早い、まだね、まだ若いけど。おきさんまだ若いけども。ね。おきさんは私の一つ上くらい。20だから4とかな。貢献できることがたくさんある気がするね。まだ早いと思うけどね。でもずっと居続けるわけにはいかないっていうのもなんかすごくなんか響いたけど、まだね早いとは思うけど、
私もまだいてほしいなと思います。早いなと思うけど、まあ沖さんが決めたので、5年半。こんばんは。そうだよ、本人が決めたので、本人が決めたらもうそれはそうなんです。あと7分です。あと7分。ね、でもびっくりだよね、まだいるだろうって思ってた人が急にさ、みたいな、びっくり。だから怖いよね、いつメンバーが発表するかわからんけんさ。前髪シースルーじゃないよ、結構あるよね。周りのメンバーがさ、もう心に決めてる可能性もあるかもしれないって思ったらさ、怖いなと思って。もう心に決めてね、わかんないじゃんそんな。シースルーじゃないよこれは、あるって。ね、いつ訪れるかわからんからね、ご飯とかね、大事に、なんかその人との時間をね、行けるときに行ってご飯とか。雪にかが58分に言う可能性もね、わからんからね、何があるか。そうだね、もうご飯行こう、ご飯行こうって、みんなとの思い出いっぱい作っとかんと。いっぱい思い出作っとかんとね、貴重な時間。ね、誘われるの待つじゃなくて、ぐいぐい行かなきゃ。いや、さやかにじゃなくて、だからみんなと思ってこと。個人名出してないよ。みんなといろいろ交流を深めて、思い出ね、いっぱい思い出を作ろうと思って、いろんなメンバーと遊んだり。そう、さやかにとご飯行きたいけどね、まだですよ、まだです。普通にみんなとね、関わっとこうと思っただけ。さやかにはまだですよ、ワンちゃん来年とか。ご飯がね、そう、この前さ話したじゃん、ご飯行こうって。だからあの後具体的に決めようと思って、具体的に日付を送ったの LINE で。そしたら、うーん、でもその後仕事あるからまた今度みたいな感じになったので、また濁りました。3つあげたの、何日と何日と何日はどうって。けどその後に仕事あるからみたいな、その連日の後。でも偉いね、仕事ある前にご飯に行かないっていう。そう、全部ダメだった。そう、選択肢まあ3つぐらい与えれば、そう、仕事前じゃ仕方ない。でもいつも仕事前じゃん。でもそんなこと言ったら
今日も仕事、明日仕事前みたいな、日曜も月曜しレッスンあるけん仕事前仕事前仕事前、まあまあいつか行ければいいですわ。で3つ日付与えたらさすがに1日ぐらい空いとう、まあ空いとるっちゃ空いとんやけど、仕事前だから休みは休みらしいけど、仕事前だから。パステルさん雪ありがとうございます。もう私はいつでも行くよ、仕事前でも行くよ仕事前でも行くよ。私はもうご飯の誘いが一番嬉しいから、どんな時間でも飛んでいくよ。 LINE 来たら10分で家出ますって飛んでくよ。いつでも嬉しい、ウェルカムです誘い。人とのご飯楽しい、どんな時間でも寝てても10分で行きます、はいはい、そう10分で出れるから。そうこの前のサラピの晩ご飯もそう誘われて、え胸行き今外出てないのって言われて出てなかったんだけど、まあ、暇だから10分後に家出るわって言って行きました。そう外いなかったけど、まあ暇やし行くかと思って10分で家出るねって支度していきました。よし誕生読みます。13位ケンケンパーさん、12位つばさなんちゃらさん、11位ケンさん、10位ルカさん、9位たっくんさん、8位ムーランさん、7位ひとしさん、6位みきやくん、5位きちねさん、4位ケンさん、3位やするぱんさん、2位やすべえさん、1位うどむさん、ありがとうございました。化粧していかんね、ご飯ぐらいならすっぴんでも行く、全然すっぴんで行く。そう人とご飯食べる時間めっちゃ好きなんですよね。よくない？めっちゃ喋りながら食べる、いい時間だと思うんだよね。だからマジで誘ってほしいって感じ、いつでも行くから誰でも誘ってって感じ。ということでおやすみなさーい。同期は割り勘だよ、同期だから。おやすみなさーい同期おいやー、おやすみなさーい。どう？そう明日は